また追い出されちゃいましたね。ね、何回目を引っ越し。なんでこんな嫌われるんですか。本当に嫌われる番組よね。これいやーまあそうねやっぱりというわけで、はい、まあ新規一点ということで、うん新橋にあるニューイズミさん。おお新橋の、ね、おーバー夜はすごいですよ。すごいよね。バーだもんね。だから多分すごい今日金曜でしょ、うん、もうパンパンですよ。あ夜になったらね、いいお店ですね。ねいいよ、うん、あの雰囲気のある。そう、ね、さっきあの昭和じゃないね、平成前半の歌が流れてました。ああ、そうなんだ。加原朋美とかなんか流れてましたよ。はい、ちょっとビリーブ。まあこれ記念は移転の記念で、はい、一曲言ってきます。一曲はいいわ。あ、ギターある。一節。うん、一節。ボーイでしょ。ボーイのわけねえじゃん。なんでアコースティックギターでボーイができるんだよ。何か話をしよう。なんだかわからないけど、俺はひどく怯えてる。今夜は止めてくれ。裏町の片隅でくの字にぶった俺ち。いやいやうまく編集してもらえれば、うまく編集してもらえれば、ありがとうございます。いやいい、いやこけら落としですね、うん、そうだね。もう最悪じゃん。そんなことないよ。さあ今日はなんかすごい緊張の雰囲気が、めちゃくちゃ緊張してる方で、ね、ですよね。ほんとそのさっきも言ってたんですよね、あの取り調べ室で完全にこうもうほぼ犯人確定なんだけど、ギリギリ耐えてる容疑者みたいな顔でずっと横にいたんですよ。でも あの雰囲気じゃないですか、うん、でこう真面目な相談されるんですよ、うん、途中でこうタバコ吸うんですよ。そう、ね、やっぱね肝が座ってんだよね。あ、そうなんですか、ね、なんとなくそういう気がします。ちなみに三谷さんは面識は初めてです。初めて、僕も初めてです。あ、完全に初めて。あ、そうなんですね。びっくりしました、ね、これは一緒に番組やってるんじゃない。はいはいはい、ね、まあ、もちろん知ってるんですけど、じゃあ行きましょうか。今回のゲストパチマガスロマガトニーさんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめましてです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。思ったよりさ、その言っちゃあれですけど、はい、いい意味で老けてますよね。あ、ありがとうございます。もっと若い人かなと思うんですよ。まあトニーって名前がね、うん、そうそうそう、うん、エマニュエル坊やみたいな感じよ。それ若すぎんべよ。むちゃくちゃ誰も知らないし。リン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 っていうね、これがまたギターやろうか。エマニュエル・ボーイできないですけど。いやー本当にいくつ今。今44ですね。はい、だから順っていうと、まあ俺らで全然下だし、はい、バッチが来るよりは上、若干上、はい、なるほどね。そうです、はい、その世代なんですね。近い年って誰、近いところ。近いところで言いますと、レビンさんが僕の一個下ですね、はい。ポロリぐらいか。そうです、ポロリさんと一緒です、ね。あ、ポロリ44、5だ、うん、同い年。ほぼ同い年だ。同い年ですね。あ、同い年だ、はい、ポロリさんは。はい、もう完全なる谷間の世代。谷間の世代、うん、空白の世代。うんうんじゃねえわ。うんうんじゃねえわ。そこは突っ込み待ちじゃん。今先輩が谷間の世代って言って、ちょってちゃんとやらせてもらってます。はい、ま、真面目なの。ものすごく真面目です。あ、だからこれをやってきてって言うと、うんうん、はい言って、もう血のにじむような努力を繰り返すような人。ああ、もうそれをピッてやるためにね。まあ今「黄昏耳物語」やってるんですよ。はいはいはい、で、あの合間に歌があるんですよ、うん、あ、まあ中でドラムがあるんですよ、うんうん、
それに歌を入れるっていうんで、じゃあやってみましょうって、なんかラップが、ラップの真似事がうまいんですよ。おう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 。なんでグローブを一回、グローブ、マークパンサーをトニーパンサーって言って一回やったらすっげえ面白かったんですよ。したらディレクターがもうそっからハマっちゃって、ったんだ、もうマークパンサーのパートが難しくて長い曲を全部あいつに毎回課題曲で出すんですよ。はい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 、ほんと全部英語ですよ。へえ。でカンペにしたらもう向こうに届くぐらいの長さの英語をこう課題って渡されて、ですよ、はいって言って、あれどれぐらい練習するの？基本1日1時間ぐらい1日1時間何日も届けるんでしょ。じゃあそうですね、もう、まあ、2週間以上はやりますね。え、何のために？そうだね、一瞬のためですね。発表会はあるわけです、はい、だからね。へー、真面目なんすね。ただやっぱ歌も上手いんですね。いや、全然下手です。あ、下手なの？はい、はい、ダメなんですけど、あのやってきてって言われて、うん、一番初めその音源みたいなのもらうんですけど、もう歌詞とかがその英語になってて、本当に頭抱えるんですよ。もううわもうやだなみたいな感じからスタートして、2週間ぐらいずっと練習して、練習して、はい、まあ本当の番組の1分2分のコーナーですよ、うんうんうん、まあそのためにその2週間3週間努力するわけじゃないですか。すごいな。でもその努力が番組以外で実ることが一つあるんですよ。何だと思いますか？番組以外？番組以外。あ、わかった、はい、はい。カラオケに行った時に持ち歌として歌える。正解。だからスナックとかキャバクラ行ってあれやるとわーってなるから、女の歌えるやついないから、女の子で歌ってって言って、でマークパンサーの歌詞も出るよね、こんなのやるんですよ。あ、なるほどなるほど、すごいね。まあ、ただそれだけです、はい、ありがたいですね。薄っぺらいな。いやもう本当ありがたいです、ぐらいですかね。もう終わる長い45年の歴史がその歌だけだ。他に何かあれば、はい、そのさ、ビンビンの中ではどういったこう、キャラ付けじゃないけどさ、ああ、ね、どういう、こう位置にいるの？いじられなの？バランサーって。あ、バランサーなの？そうなんですかね。自分では自覚したことはないんですけど、うん、じゃああっちをこうやったりこっちをやったりうまく調整すんの？え、そんなんできんの？いや、できないんですよ。いるだけですごい真面目で、はい、人が好きなんで、うんうん、誰のことを悪く思うことも言うこともないんで、うんうん、言うこともない。へー、はい、あ、それは意外ですね。はい、あ、なんか悪く言いそうな感じですか？なんかこう、キムさんにわーって言われて、はい、あ、そうっす、なんとかいいぜよーみたいな、うん、子分肌じゃないけど後輩キャラなのかなとちょっと。あ、そんな感じじゃないです、ね。ご家族の方とことをいじられてる印象はあったけどね、前に見たと。ご家族。あ、まあ、家庭持ち。多数ですかね。あ、そう。あ、入れ墨入れてんの？入れ墨というほ、入れ墨というほどではないんですけれども、うん、はい、ちょっと。そう、え、見せられないの？いや、見せられます、全然。それなんて書いてあるんですか？I need よしえです。ちょっと見して。本当に言ってんの？まあ、もう薄くなっちゃってるね。アイニードヨシエ、はい、私にはヨシエが必要で、はい、で今右じゃないですか、うん、左見てくださいよ。こっちは多分ちょっともう薄くなっちゃってるんですけど、うん、こっちももともと何て書いてあったんですか？アイラブヨシエです。ヨシエって誰だよ。ヨシエって誰ですか？中学校の時に付き合っていた彼女をですね、中学から何年か傷をつけた自分で。そうです、コンパスで。なんでそのきっかけは？きっかけはやっぱりもう別れようっていうような言われた。はい、言われまして、はい、あ、吉江さんに言われて、はい、吉江さんに言われて、うん、それで僕としてはやっぱすごく好きだったので、うん、こんなに好きだよっていうのを表現したの。そうです、表現する何か手段はないかって言った時にこれはもう行くしかないっていうことで、はい、血も出たでしょう、ね、血もす結構出ましたね。はい、そりゃそうよね。すごい出ました。プロじゃないもん ね、はい、ね、でコンパスだもんね。コンパスです、はい。すごい後にも残ってしまった。で、I love ヨシエはギリわかるんですよ。はい、こっち、I need ヨシエってその中学英語の初期の。しかもね、ね、右利きじゃないですか、うん、こっちは、まあ、まあ、ギリギリできるよ。こっち歪んでんすよ、左。そうだね、左手でやるとね。
根性ありますね。もう本当に。はあ、すごい。あとなんだろうな、トニーを形作るものは、まあマーク・パンサーでしょ。マーク・パンサー。ヨシエでしょ。ヨシエ。あと三社祭りですね。三社祭り。あの、はい、あれだ、福岡とか。いや浅草ですよ。浅草だ。はいはいはい。浅草なんですよ、出身が。ああ、じゃあ。そうなんだ。で、俺の、ハトコなのか。まあ、と同級生なんですよ。今でもたまに飲みに行ったりとかしてます。その同じ学校だと。同じ学校で、同じクラスだったりとかしたんですよ、中学校の時。はい、結構縁深いんだね。いやいや、たまたまそれ知っただけです、うんうんうん、あ、そうですか。浅草でしょ。あ、なんだろうな。あ、あとビールです。ビール、はい、ビールが大好き。大好きですね。あ、毎日飲む。もう、そうですね、もう飲めるのであればもう毎日。毎日、はい。へえ。でもいいですね。まあ結婚したわけですよ、うん、で体のことを気遣って、その家にいる時は1日何本まで。1日多くてもマックス2ですね。2本、はい、瓶ビールを2本。え、違います。あ、缶の350缶を。350を2本、はい、種類は何。種類は発泡酒。発泡酒ですよ、はい、だから、うん、それがまあ俺らと行くってなると、うんうんうん、まあ飲み放題だ。あ、そうだね、お金もね。ビールを、そこに対する執着は。あ、そうなんですね。だから行くよって言って一回も断ったことないですよ。あ、でも偉いね。もちろんです、うん、一回も払ったこともない。大変お世話になってます。え、それはこうビールが飲めるから嬉しいの、はい、それとも例えばキムさんとかいろんな人が話せるから、はい、正直言ってみ、はい、1位はビールです。ビール。で、そんなやっぱいっぱい飲めるから嬉しい。いや、すごいですよ。ずっとビールなんですよ、頭から手まで。で、ジョッキ5や10じゃないですよ。え、あ、遠慮してそれぐらいなんですよ。あ、ジョッキだよ。ジョッキを、ね、ずっと最初から最後までビールって多分お酒の店として珍しいよ。珍しい、それ多分。そうよね。だからそれだけビール飲んでるんで、もうやっぱりその食べ物とかジュースか分かんないけど、うん、ビールの味はもう分かるんだと思うんですよ、うん、で、サーバーが臭いとかも分かるんでしょ。分かります。これの、うん、はい、なんかそのちゃんと掃除してるかしないとか、美味しい美味しくないかすごく分かるっていうわけですよ、うん、で、一回北海道行ったんですよね、収録後に、うん、まあみんなで。で、札幌行って、で、バッて居酒屋入ったら、うん、まあとにかく食べ物もめちゃくちゃ美味しかったんですよ、うんうん、で、まあビール当然飲むじゃないですか、うん、まあ札幌っすから、うんうんうん、あ、なんだっけ、札幌のなんかクラシックですかね。はいはいはい、このは、いや、すごいですね。もうきめ細かいし、こう札幌クラシック、うん、うまいっすわって、さんざんぱら飲んで、うん、でも、当然俺払うじゃないですか、うん、で、おかげ、あれ、ビール何なんですかって言ったら、朝日です。なるほど。全然分かってねえじゃん。ただ全然分かってない。それはお店も行けないですよね。札幌って言って出した。いや、違います。生ビールとして出したのね。生ビールでやっぱり場所がもう北海道にあって、それは札幌だと思いますよ。もう思っちゃうんで、もうやっぱもう全然違うっていう風に。普通の朝日だったのね。普通のどこでも飲める。結果的にそうだったんですけど、朝日の生ビール、はい、生ビールだったってことね。結果的にはそうなんですけど、ぐらいかな、うん、俺一生懸命今この話で探してんだけど。ああ、とパステラめちゃくちゃ詳しいです。あ、詳しい。あ、はあはあ、パステラは、まあ、目牛もうまいし、うんうん、知識もね、あの、その通りあるし、うん、じゃあ勝ち組なの。そうですね、パステラ、はい、年間では勝ってます。勝ってんの。はい、勝ってます。へえ、すごいすごい、はい、あの、僕結婚してるんですけど、はい、お小遣いがないんですよ、うん、で、あの、全部、まあ、会社員なので、うん、給料を全部家に入れてるんですけど、うん、で、当然僕 お昼代とか、うん、あとタバコとか、はい、お酒も飲みに行ったり。それはタバコは必要ですよね。それ必要よ。相談したって相談してる時に吸うんだから。チェーンスモーカーなわけでしょ。アイコスの。先ほどはすいませんでした。本当に。はい、緊張してるでしょ。そうなんですよ。いっちゃいいよ、今言っていいから。一本全然全然いいっすよ。だってここバーだもん。アロマは自由だから、うん、ニューイズミだ。自由っす、自由っす。どうぞ。失礼します。あ、本当だ。じゃあもういいですか。どうぞ。すいません。いい顔するね、やっぱりね。キムさん、本番中に
考えられないですよ、人の先輩の番組来て。俺もちょっと思った、ね、ゲストに来ていくらさノリだっつってもさ、うん、親しき中にもっていうのあんじゃん、あと見てる人もいるしさ、うん、そうそう、三田谷さんなんか吸わないんだよ、そう吸わない人の横で、そうですよ、もう俺病気でタバコやめちゃったんで、そう病気なんですよタバコで、ね、いや嘘です、すんかい、ほらやっぱ肝座ってんじゃん、それじゃん、それでいいよ、それでいいよ、だって一回ね口つけたらもったいない、俺消すかなと思ったんだよねこの流れで、でいろいろなスロー雑誌見たんですけど、うん、そのガイドは、うん、あの91時間バトルとかあって、はい、めちゃめちゃ負けてたんですよ、その結果が、はい、当時で僕耳が痛いですねあの結果気にする人いるの読者で、いや僕、いや、いい、すごくいますよ、いるんだ、僕やっぱりまた負けてんじゃんこいつらよって感じで、で僕やっぱり、はい、勝ちたかったんで勝つために見てるんですけど、その出てる人たちが負けてんじゃんっていう、まあそれはもうごもっともですよ、確かに、ね、